はい、こんにちは、ビッグボーイです。では、結構久しぶりに、デッドライジング3の DLC ストーリー、知られざる物語、まだこれ、エピソード1と2を終えて、まだ3と4やってなかったので、続きやっていきたいと思います。で、今回から、デッドライジング3の方も Xbox 360コントローラーの方でやっていきたいと思います。なので、ちょっと操作とかも確認したりして、あと、ま、エピソード3からなんですけども、これもちょっと動作確認のために、最初だけちょっとだけ、始めました。じゃあもう一回、最初からやっていきたいと思います。で、前回これ投稿していた頃は、まだ YouTube が60フレームに対応していなかったんですけども、パソコンのスペックアップと相まって、今回から60フレームで、デッドライジング3の方も、公開したいと思います。さあ、なんだかもう懐かしい。What you don't know is, all of it got recorded. Every hero, every coward, every goodbye. And a handful of people with one last chance for revenge, justice, duty, redemption. I know, because I watched it all. These are the untold stories of Los Perdidos.ハンターのことは知ってるよな。バイカー集団カオスキングの親玉だ。アウトブレイクが発生した時は今仲間にはめられて無所にいたのさ。さあ今回はこのロスパーリドスによくはびこっていたギャングたちのお話。おお、ワンパン。うわやることがやっぱギャングだ。さあ今回操作していくのはこのバイカーの男。さあこの人はね、その同じバイカー集団にはめられて今無所にいたってことかな。さて、いろいろ拾ってこう。今のレベルは37。とりあえずレシピもたくさんあるから何かしら作れるから作ってこう。まあ、ではこいつ今動いた。ああ、かぶっちゃった。あとなんか作れるかな。あ、食べ物拾っといて。ちょっと不思議な薬にしちゃって。うん。とひとまずこっちか。スナック警棒を釘バットにしちゃう。オープンってどこだっけ？オッケー。あ、マジで、バットな、あ、バットどっか行っちゃった。ほら。あ、ちょっと Xbox 360コントローラーでの操作も確認したんだけど、まだちょっと、不慣れです。ほら。あ、ハンドガンあった。あ、これは食っちゃって、ハンドガン。オープン。ステーションの鍵を手にしろ。入手しろ。おお、とっとっと。
これをゲット。いや最近ね、ダイングライトも始めたりしてたんですけども、こっちのサバイバルゾンビも結構好きです。さあで、ポリスステーションから脱出しろ。と、出口は元来たところ戻っていけばいいかな、とりあえず。さて、ずらかるか。で、ずらかろう。はめた男を探しに行くというか、さっき誰かと話をしに行くかって言ってたな。うわ、なんだこのでっかいの。リファイラー。デカブツくらえ。あ、デカブツ買って。倒した。これはなんだ。こんなもんいらない。こっちか。ん？あれこっちじゃない。ロックかかってる。どこだろう。あ、ここか。あれここさっき来たところだけどな。一旦もう一回下に戻って。あれここ来たところか。はい、方向音痴だ。やめて。なんだこれ。これこういうもんなのかこれ。頭突き。ほら。ほら、壁の中してんじゃねえ。一体駐車場に行くとするか。椅子。椅子はもういらねえ。スナック、ベーグル、リンゴ糖、ベーグル。適当に合成し、あ、間違った。ランダマイザーじゃなくて、ニューコンボ。クイックステップ。で、こいつは食っちゃう。で、これがなんかと合成、できなかった。警棒を拾って、警棒もなんともできない。あ、ショットガン持ってんな。ショットガンをくれ。ありがたい。ショットガン合成できる。あ、これ強いやつじゃなかったっけな。AR も落ちてて、あ、もう一つショットガンある。ちょっと待てよ。これいらねえんだけど。待って、これ捨てて、これ拾って、あ、そう、ZAR だ。ZAR が強いからちょっと嫌だ。あ、道を開けろ。あ、強い。あ、最近ゾンビの中でも壁ドンが流行ってるのかな。で、これに、乗る。さあ、ぶっ放していくぜ。で、このまま、おう。さあ、パーリーだ、パーリー。ブリッジってことは、ここか。OK。マップはかすかにまだ覚えてんだけども、こっちだ。あ、そういえば車取れたっけな。手に入る。よし。どれだけな。てか、なんか新しい車はもう増えてないよね。増えてる。なんだこれ。ニックのマッスルか。え、ニックこんなの乗るの。あ、これなんも出ねえや。さあ、こちら。あ、ちゃ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 。あ、スパイダーって人がいる。
で、ビールがたくさん落ちてる。いっぱい飲もう。プロダクションブリッジに来た。で、そこにスパイダーって人がいるんだけど。トーキー。トキはもうボスじゃねえ。今は俺がボスだ。話があるなら俺が聞くが、寄付金がいるぜ。寄付金？俺の大好きなスペシャルリザーブウイスキーを持ってこいよ。そしたら話してやらないこともないぜ。じゃあそれを飲みながら今後について語るとするか。気に入ったらな。引き受けた。バイカーたちにも上下関係というものがあるんだね。じゃあ酒でもちょっと献上してあげようかと。やつのウイスキーを取ってこないとな。どこだろう。こちら。じゃあちょっとそこのお店まで行こう。さあここだ。もうゾンビが相変わらずすごい数たくさんいる。あった、スペシャルリザーブウイスキー。これだけありゃスパイダーも酔っ払ってもらえるだろう。さあアウトブレイクだからね、酒も取り放題だけど今も十分手持ちがある。さてじゃあどうしようか、バイクでも乗ってこうか。じゃあバイクでスパイダーのとこに戻ろう。おおっと、はい、酒持ってきたよスパイダー。お話しようよ。ハンドキャノン。やろう、二人で飲み明かそうぜ。ゾンビに嫌われているようだな。戻ってくるとは思わなかったぜ。人生には不思議なことが起こるもんさ。中に入れてやれ。無所に行って丸くなったらしいじゃねえか。俺とこの幹部3人が口を揃えて言ってたぜ。まあシャバに出られただけマシか。とりあえず話でもしようぜ。あれ、ちょっと待って。おこれがバイカー式お話。なら倒しちゃう。あ、これじゃない。熱い。これだ。危ない。硬いな、バイカー。回避。よし。まだ来る。危ない。熱い。ドンキには負けないぞ。裏切り受け、簡単に裏切られてますやん。ただのパシリですやん。この野郎、お楽しみはここまでだ。一発。野郎どもゴミを捨ててこい。
あっさりやられてたよ。あ、本当にゴミ並みに捨てられた。あ、なんか、あ、待って待って、死ぬ死ぬ死ぬ。なんかあった今ここに。腐った銃、いやこれでも構わない、食べる。あ、バナナもいいから食べる。ショットガン、あ、ですよね。青汁ブシャーして、待って、この辺にそうだ寿司あるんだ。寿司と、あー、寿司とウォッカ合体しちゃおう。で、どうすんだ、どこに行ったらいい。トーキーに話しかけろ。結局トーキーって人がここにいるのかな。さっきの酒あった店の向かいあたり、そのトーキーって人に会いに行こうか。あ、これは2発同時で撃つショットガンだ。あー、やめて。さあ、じゃあバイカーの、彼らに仕返しをするっていう形かな。待って、ゾンビめっちゃいる。多分なんかそのトーキーがいるところに行ったらなんかあるんじゃないか。もうなんもない、反乱のモヒカンにしかなってない。やめて。あー、やばい。ワイワイってどこだ、あった。避けて。アイアンサイドも久しぶりだぜ。さあ、ここだ。あ、オートバイエンジンってなんか結構いろいろ合成できなかったっけな。あ、トーキーって人がいた。この人がトーキーで、なんかレシピが落ちてる。スプリッター、あれスプリッターってなんか結構前に飛んなかったっけな。スプリングショットじゃなくて、スコップか。ヘビメタじゃなくて、これだ。バックね。オートバイエンジンはなんともできないや。でもちょっと念のために持っとこう。じゃあトーキーに話しかけよう。レンチ？スプリングショットにしちゃおう。オッケー。クソスパイダーの野郎、ぶちのませないと。同じことも考えていたさ。あ、トーキーってきりもっと外見ボスっぽいやつかと思ったら普通のおっさんだった。スパイダーには気をつけろよ。やつの手下のバイカーたちがそこら中でお前を狙っているぞ。望むところさ、やつらのリングを全部刈り取ってやる。さあ、バイカーたちの内部分裂？戦争かな？で、どうしたらいいかな？バイクを探せ。トーキーのためにバイクを集めろ。あ、バイクはいろんなとこに落ちてるからそれを集めるってことかな。で、じゃあまあいろいろ準備編とかもあるのかな、スパイダーをぶちのめすために。じゃあ今回はここまでにしようかな。じゃあまた次回もこのバイカーをぶちのめすために
まずはバイクを用意したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。